直感の会は立憲民主党の派閥。2019年に超党派の政策グループとして結成された。会長は、重徳和彦。衆議院、議員13名を要する。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙に際し、民進党が分裂。2019年中旬時点では、旧民進勢力は立憲民主党、国民民主党、 無所属議員による院内会派、社会保障を立て直す国民会議などに分かれていたが、2019年9月30日に、それらの統一会派として、立憲民主、国民、社保、無所属フォーラムが結成された。2019年10月12日、立憲民主党、国民民主党両党などによる合流会派内で、 若手衆院議員が新たなグループを結成することが報道機関の取材により明らかとなった。当選3回以下の約10人が中心となること、グループ名は直感の会であること、無所属の茂徳和彦が会長に就くことなども合わせて報じられた。命名者の茂徳は後になって由来を徳川家康の愛読書と言われる上岸西洋から取ったと説明している。 同年10月24日、超党派の政策グループ直感の会が正式に旗揚げされた。参加した青柳義雄一郎は、グループについて、基本的に他グループとの掛け持ちができない、いわゆる派閥であると、ツイッターに投稿している。同年12月4日、会長の重徳らは、国民民主党本部で、平野白文幹事長と会談し、 共同会派に属する議員が結集した政党を早期に結成することを求める提言書を渡した。立憲民主党の安住敦氏と大串博社民党の吉川元らにも同様に要請した。2020年4月30日、YouTube チャンネルを開設。5月7日から動画投稿を開始した。2020年9月、立憲民主党と国民民主党の一部、 無所属議員などが、新党合流が決まり、伴って行われる、新党代表への独自候補の擁立を模索したものの、断念し重徳とらは、泉健太の推薦人に名を連ねた。2021年2月、公式ツイッターアカウントを開設。衆議院議員、ありがとうございます。